えー、裸の大将、山下清だぞうん。いきます。えー、っと、今回はね、ピッパの法則です、ピッパ。ね。えー、簡単なようで難しい、ピッパの法則。ね。えー、3歳、4歳の子供なら、即やる。即。ね。えー、大人になるとこれが一切できない。という。ね。口で言うのは簡単。ね。 しかし、行動に移すのは、大人にはなかなかできないと。<laughs> かなりの重症ということです。えー、ピッパの法則っていうのは、えー、常々、ねえー、僕が口酸っぱく言っている、えー、思った、ね、直感が湧いた、ふっと思った、そういったことをすぐにやる。ただそれだけ。もう簡単。もう、簡単なの、簡単。 ふと思ったらすぐやる。ふと思って食べたいと思ったら食べる。ね。ふと思って、あ、温泉行きたいと思ったら温泉に行く。ね。うん、ふと思って、牛丼食べたいと思ったら牛丼すぐ食べに行く。ね。まあ、そんなようなもんだね。もう簡単なの、簡単。この簡単なことが大人になるととにかくできない。ね。とにかくできない。後でやる。ね。そのうちやる。うん、気がついたらやってなかった。は <laughs> は もうこんなことの連続で、結局人生何も変わっとらんということです。で、僕ね、あの、YouTube 撮るのも、えー、それから、その、えー、配信するのも、もう全部ピッパです。ふっと、あ、よし、このこと話そう。あ、今このこと書き上がった。よし、じゃもうすぐこのことを、えー、4、5分で喋って終わらそう。みたいなことをやってます。で、最近は、行動もそうです。よし、あ、今日これやろう。 お、あ今こ、こうしよう。ね。もうこれ思ったらすぐやる。ね。例えば、あの、えっ、ー、と、お話し会でね、初めて会った人でも、えー、なんかこう、2、3分喋って、あ、この人面白いと思ったらね、ね、えー、すぐにみんなの前で話して、とか、うん。えー、もっと深いこと聞かせて、とか、あ、YouTube でこれ、あの録音と、録音取らせて、とか、もうすぐやります。すぐに。うん。で、あのー、 なんだろ、ノリのいい人、高次元の人、うん。こういうピッパの法則のセンスのいい人は、はい、OK です。ってすぐ言うよ。すぐ。え、いいのとか言いながら。え、緊張するとか言いながらね。すぐ、はい。でも、あの、これ流れだからいいです。やります。なんつってね。言う。でも、年配の人になればなるほど、あ、ちょっとそれだけは。あ、ちょっと待ってください。え、え、あ、い、う、え、お、ってなるよ <laughs>。え、い、あ、あ、う。 もう、その時のリアクションが面白いよ。うん、でも、えー、とにかく、えー、とにかく、ピッパってやる。で、とにかくね、アウトプットしなきゃダメ。アウトプット。で、特に、あの、霊的能力のある人、もしくは直感力のある人、えー、幼少の頃に、えー、スピリチュアルなことをやっていたのに、知っていたの。うん。えー、感覚があった。だけど、親によって封印させられて、あの、使ってこなかった。 そういった人ほど、どん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 今、アウトプット。どんどん喋る。どんどん話す。どんどん自己アピールする。こういったことをやってほしい。で、その時に、えっと、一番簡単なのが動画を撮るんです。動画。ね。で、YouTube に出る。ね。これが一番簡単。でね、なんで簡単でこんなに重要なのかということをちょっと話そうと思います。えっとね、まず自分の話したこと、自分の顔色、表情、 えー、楽しんでやってんのか、笑顔があるのか、下向いて喋ってんのか、暗いこ言葉を使ってんのか、いろいろあるけれども、とにかく自分の動画を撮って自分が3回も4回も5回も見るの。あげた動画を。ね。そうすると、よくわかるから、自分のことが。ね。自分の口癖が。あげた動画を自分でもとにかく見てごらん、全員。皆さん、やってごらん。 うん、自分ってどんなこと喋るんだろうって自分ってどういう表情で喋ってんだろうってもうよくわかるからいい本当に楽しんで喋ってんのね本当にワクワクしながらや話してんのウキウキしながら面白がってねいやあの、えー、こう自己表現してんのって今そこが明確にわかるからね その自分の撮った動画の後に、アカシアさんまの動画と見比べてごらんうん。もしくはえ、自分の撮った動画の後に、ハッシーの動画見てごらんどれぐらい違うか。<laughs> よくわかるよ。ね、よくわかる。で、こういったことをやって、とにかく自分って何なんだろう自分の自己表現ってどうなんだろうこういったことを、ぜひ、あのー、 動画を撮るということで、えー、知ってもらいたい。もうね、みあのほとんどあのあのどこの,あのお話会場に行ってもあの皆さんが行き着く先は、えー、自分で自分のことが分かんない人ばっかり、うん、ほとんどがそうなのだからそれを、えー、解消するのにただ動画撮るだけだよ簡単だよお金もかかんないしその場でスマホがあればすぐ撮れるようん トイレ入ったってできるよ。うん。なんだって、風呂入ってたってできる。うん。簡単。もう、思いついたらパッとやる。パッとやって、とにかくそれを動画を転送すればいいだけだから。ね。えっ、ー、と、一番大事なのはピッパです。で、この時に、あのー、幼稚園の子供たちがね、公園で遊んでたら、もう、ね、いきなり砂浜でね、あの、砂場で遊んでてさ、わわってやってたと思ったら、次、パッとこう、横向いたらさ、滑り台が目に入ったらさ、ポーンって、 あの砂あの、シャベルとか持ってたの、放り投げんじゃん、パンって。放り投げてすぐあの、突然のごとくさ、滑り台に走っていくじゃん、こうやって。分かる目について、ああれやりたいと思った瞬間に、もうその時にはもう体が動いてんじゃん、子供って。分かるうん。これは幼稚園生なんか特に天才で、こういうことやらせたら。ね。小学生も、えー、1年生、2年生ぐらいまでは天才。ね。だんだん、あの年が行けば行くほど、 自分の自我が生まれてさ、ね、こんなことしたらいけないなとかさ、ああいうことしたら先生に叱られるななんて、そんなことバカみたいなの考えるからさ、あの動きが止まってっちゃうんだけど、もう、えー、小学校、そうね、7、8歳ぐらいまではもう子供たちは伸び伸びと遊んでるよ。要は、あの感覚に子供、大人が戻ればいいんだよ。わかるかい大人だろうと子供だろうと関係ないよ。 とにかく楽しんだもん勝ちなんだからね。面白がって楽しんだらそれでもうグーグーグーなんだよ。<laughs> これをとにかくみんな取り戻そう。ね。取り戻していっ自分は一体何なんだろう。ね。自分はどんな自己表現してんだろう。こういった単純なことだけど、もう、もう下手、なんだろう。もう、神様っていうのはこんな単純なんだよ。ね。あの、 えー、スピリチュアル単純なの単純。もう、この、ね、ね、もう知識じゃないんだよ。行動なんだよ、行動。<laughs> こんな簡単なことないじゃないけど。考える必要なんかないんだよ。勉強なんか行くことないんだよ。あっち行ったり、こっち行ったり、そっち行ったりなんか、それ必要ないんだよ。<laughs> もうとにかく楽しんだら、それで OK。うん。面白かったら、それで OK。ね。 いろんな人生いろんなことあるよ。お金の問題もある。健康の問題もある。ね、僕だって今いっぱいお試し来てるよ。もう特に歯があの今,今一番歯がガタガタでさ物が硬いもの食えないっていう状態でさ、まあ、不便をお仕入れあのこう試されてるけどでもこれを楽しんでるんだよ。これを。うん、あ要するに今まで何でも食べられたものが食べられなくなったあ。やっぱ歯がしっかりしてるっていうのは幸せなことだったんだなって。 あんた感謝なんだなって、はって、は、自分の友昭、友きの歯本当ありがとう、ありがとう、ありがとうってやってるわけ。うん。それは、こういった不自由さを味わったからわかるわけだよね。うん。だから、すべてが OK。ね。不幸は不幸ではない。ね。 まあ、とにかく悩みなんてのはよ、ないの、存在してないんだよ。悩みなんかないんだよ。<laughs> 楽しんでればいいんだよ。楽しんでれば。へらへらしてないの。へらへらへら。あ、消してればいい。<laughs> 簡単なんだよ。ね。ということで、えー、はっしーのお話でした。イエイ。